ちゃんにはいっぱい笑わせてもらってるので、今日はかのっちゃんの笑顔がたくさん入れるといいなと思いながらライブをしていました。本当にかのっちゃんがいると場が明るくなってピカピカになって、そんなかのっちゃんにぴったりの生誕祭だと思います。本当に森かのんすげーと思うことが多くて、もう芸能人のね、ももちさんとか堤下さんとかも来てくれるぐらい、もうスター揃いの生誕祭にピカピカでした。今日もすごく楽しかったです。来年も楽しみ。ありがとうございました。くのんちゃんにはよく、私天才ってよく言われるんですけど、私は逆にくのんちゃんが天才だと思って、本当になんていうか持ってるなって思うことがすごく多くて、それは悪いことも面白い悪いことも違うばっかりよ。面白い、まあ、もう後で笑い話になるような面白い悪いことが起きたりとか、まあ、すごい持ってて、だからこそこうみんながいろいろ動いて、すごいみんなで作った生誕祭ができたりとか、すごい面白かったり、本当にしてても面白かったりとか、本当にいいなって思うところがたくさんあるので、これからもその武器は年とか関係ないものだから、もう有効期限は永久の才能なので、31まで頑張りましょう。頑張ります。おめでとうございます。顔とかにね、タイルが出ちゃうんだけど、でもそれが、そうなんだけど、でもだからこそ、今日は本当にみんなが、こうなんだろう、カノンを笑顔にさせたいっていう気持ちがすごくあって、で、なんかそれで本当に心から喜んで涙してくれて、その姿を見れたことが何よりも嬉しくて、なんかもう本当に良かったなって、カノンの笑顔が見れて良かったってすごい思ったし、多分それはもうファンの方もみんな同じように思ってくれて、そういう風に思わせる森カノンはやっぱりすごいと思いました。これからもいっぱい笑ってください。泣いてます。おめでとう。メンバーがこう力を合わせてできた生誕祭で、逆にすごいなんか絆が深まった生誕祭になったなってすごい思います。こうかのんちゃんがね、10回目の生誕祭を迎えたいということでね、まだまだあと4年もいてもらって、楽しい日々をこれからも過ごしたいと思います。かのんちゃんおめでとう。ありがとうございます。
ちゃんとね2人で何あげようかって最初話になって、でもねやっぱね私たちねあの、まあ、出てもいるんだけど何気に本当に関わらせていただいて純粋に仮面女子のファンなの。ありがとう。本当にかのんちゃんのファンだし、だからやっぱこれはかのんちゃんが喜ぶものあげようって言って、じゃあかのんちゃん買えなかった図書欄を自分で買えなかったね。そういいなって私そうこれをね玄関に置いてほしいと思って買って、置いてね本当に、なんかもういつまでも天真爛漫なかのんちゃんでいてください。ありがとうございます。ねえなんか楽しいかのんちゃんで31なんかあっという間ね、31あっという間だから絶対いけると思うし、可愛い31歳になってください。なります。はい、おめでとうございました。やっていけるとは思ってなかったんですけど、もうここまで来たら30歳まで地下アイドルとして仮面女子としていたいなという強い気持ちが芽生えました。でもさっきあの手紙で言ってくれて31歳の生誕祭が10回目の生誕祭になるって言ってたので31歳まで続けたいなって思います。できてやっぱ年じゃないんだなっていうのを自分で実感するので、やっぱ地下アイドルってもうすっごい無数の数いると思うんですけども、その中でも27歳でもこうやってやっていけるわけですし、その地下アイドルのこの星になりたいなと思いましたので、私がですね体現していけたらなって思っております。仮面女子をやっていきたいなと思うので、それまで応援してくれますか？